キチャンネル。ジョッ。さあ、今週もあります。全12球団、3連戦、雨天中止もありましたけど、全試合チェックというところで、まあ、長い時間になるんでね、スピーディーに、やりたいと思います。9月11日から13日、金、土、日、3連戦、総チェックということで、まずは DeNA 対中日、9月11日2対3で中日、9月12日7対3で DeNA、そして9月13日昨日2対3で、中日ということで、2勝1敗で中日の勝ち越し。これによって、なんと DeNA が自力 V 消滅っていうニュースが今日の日刊スポーツに載ってました。ここに自力 V 消滅と、大抜き粘りの投球もあと1本出ずっていうねっていう感じです。まああのそこはね、あの佐々木智也のもういっちゃいますっていう動画見てください。はい、さあということで、金曜日2対3で中日の勝ちということでね、まあ、中日柳は、まあ、前回の悔しさ晴らす登板でしたけどもね、まあ、前回ちょっとねヤクルト戦でしたかね、ちょっと変えられて顔出し500万%っていうね、ベンチで の表情はありましたけども、5回3分の2、89、3安打4三振1失球1失点とね、まあ、もうちょっと長い回投げたかったなっていうところはありますけども、まあ、ストレートあと縦すら制球でグッと、ね、いい投球できたんじゃないのかなと。あと6回裏ね、唯一、まあ、海老名フォアボールね、でここでワイルドピッチで戸柱タイムリーでレフト前で梶谷、レフトへツーベースっていうね、木下ね、あれはね止めれない、ワイルドピッチちょっと難しかったっていうところはあります。あと戸柱のねタイムリーもちょっとね高めに浮いちゃったところをねパシッと打たれたっていうところはありましたけども、まあその後ねワンアウト2、3塁になって、代打大和、3-2 から、インコースのインスラグッと見逃し三振、あのインスラは本当に素晴らしかったなと。まあ、3-2かのカウントからあのインスラをねしっかりコーナーに投げられるっていう投球はね、まあ、素晴らしかったなと。でまあねここから交代して谷本ね、で代打外カーブグッと低めに素晴らしい投球っていうところで、まあ、DeNA としてはねここで追加点ねしっかり取ってれば勝ち負けのね具合が反対になったのかなと思いますけども、まあ唯一ね6回このね柳ピンチだったかなと。まあそこはね谷本も含めてピッチャー陣がしっかり抑えきれたかなというところありますね。まあ、あと DeNA はね7回裏ノーアウト1、2塁この倉本バンド失敗、これ痛い、ここでしっかりバンドを決めといてっていうとひょっとしたら逆転してたかもわからないし、でその後ね中井三振、この福外のねストレートグッと素晴らしい制球、でその後海老名がねショートゴロというところで、まあ、中日としてはピンチを、防いだ、DeNA としてはここ決めきれなかったっていうところで、 DeNA のバントが少ないのはねバントが下手くそだからちゃうかっていうね、だからそのどうせやっても失敗して決めれないからサインを出さないっていうのがひょっとしたらあるかもわからないけど、それだったらチームとしてもっとバントを練習させて上手くならなきゃいけない、でそうすると戦略をもっと違う形で立てれるんじゃないのかなと思いながら試合見ましたね。であと DeNA いいところ、4回表ライト行ってね海老名が三塁スローでサードがね大きく後ろへ反らせますけども、伊能がカバーグッと、ね、あれしてなかったら1点ねまだ入ったかもわからないところをあそこしっかりねカバーしてたっていうのはね本当に素晴らしかったかなっていうところがあります。そして土曜日7対3で DeNA 勝ちというところで、オースティン初回スリーラングッとやっと帰ってきた、お待たせってあのヒーローインタビューで言ってましたけど、だいぶ待ったね DeNA ファンの皆さん、オースティンがね1年間ずっと怪我しないで働いてたらひょっとしたら巨人抜いてたかみたいなね感じの破壊力ある、初回スリーランね、復帰1号、3打数1安打4打点1ホーマーグッと、ねまあ、素晴らしいバッティングだったかなと。あと DeNA はね浜口5回85球4安打4三振4四球3失点と、もうちょっと長いイニング投げたいかなと。でもねこ のフォアボール4つっていうところがねやっぱ交代 の引き金になったのかなっていうところもありますし、まあ、4回表ね大島フォアボールね、でこの平田センター前高め外したところを打たれる、あれキャッチャーとしてはもう後悔が1億万パーセントっていうね、外した球をね打たれるってすごいなんかやっちゃったなっていう感があります。でそしてアルモンテフォアボール、このね2四球これ非常に痛かった、これを見て多分ね長いイニングはないのかなっていうねところの系統の采配になったのかなと。でその後ビシエドをね4、6、3とダブルプレーカーっていうところで倉本がねファーストに悪送球タイムリーエラー、これね投げない勇気も大事、もうね無理な体勢無理な状況だったらもう投げないっていうね勇気も持たないと、こういうピンチでそういうことをすると、まあ、失点につながっていく、まあ、結果的にね試合は勝ったけども、そういったね判断技術じゃない判断をねしっかりしていかなきゃいけない。でその後ねワンアウト一塁になって高橋三振で阿部宮崎ねファンブルエラー
で京田がねライトへタイムリーで木下ね三振というところで、木下パーンとねもう一本打ってればっていうところはありましたけども、まあ、こういうねフォアボールあとミスがねちょっとね痛かったかなと、まあ、勝ったからね良かったけどっていうところでしたね。でまあ、中日はね、ピッチャー木下に代わってこの時点で3対4、まあ、1点差っていうところでしたけども、まあ、2アウトからね、外がレフト前で佐野がねセンター前で宮崎フォアボールでオースティン押し出しのフォアボールでクラブドがねここでセンター前2点タイムリーで、まあ、ピッチャーがね藤島に代わったところでっていうところでしたけど、まあ、クラブドもね4回表にその悪送球でねタイムリーエラーしたことをこの5回裏でしっかりバットで、ね、取り返す、グッ、こういうミスをその試合のうちに自らのバットでもしくはバットで打てなかったら守備でっていうね、これ攻守で取り返していく姿勢っていうのは素晴らしかったんじゃないのかなと、クラブとくね。であとはやっぱりね、外、佐野、宮崎、このね3、4、5番がねすごい機能したこの試合ね。外は4打数2安打で、佐野は4打数3安打、宮崎3打数2安打1打点とね、こうクリーンナップがここまで機能したらそれは勝つなっていう試合展開でしたね。で昨日13日2対3でね中日の勝ちというところで、まあ吉見がね丁寧にグッとね、もうベテランの味っていうね、まああの前世紀みたいにねドーンっていうね強さっていうのは多少なくなったかもわかんないですけども、まあしっかり投げ切れたかなと。まああとね DeNA の大貫もね低めの制球力非常に良かったかなと、緩急をついてね投げれた、まあこのね中日吉見そして DeNA 大貫、この両者先発2人は非常に頑張ったんじゃないのかなと。まあねでもどっちかがね勝敗ついてしまうっていうところはありますけど、両者グッピッチ。あとまあ DeNA はね2回5回6回と得点圏にランナーを置くけども1本出ずっていうね、まあ2回倉本で5回はね佐野宮崎で6回まで倉本っていうところで、まあこの2回と6回はねちょっと下位打線の流れに行く中で、8番がねバンドでピッチャーがバンドして送った、もしくはピッチャーに代打出したっていうね、まあ、作戦としての絡みは良かったんですけども、まあ倉本がそこを機能できなかったのね。だからまあ佐野宮崎ね、ここの2、5、6どっか1本打てればね試合展開ぐるっと変わったかなっていう惜しい戦いだったかなと思います。でまああの今週は DeNA が2勝3敗1分けで、中日が2勝3敗1分け両方借金1。さあ続いて阪神対広島、11日は4対0阪神、12日3対1阪神、そして昨日13日7対6阪神、阪神3連勝っていうところになりましたけども、阪神は今週、まあ、月曜日はもう入れない、火曜日からだと1、2、3、4、4勝1敗1分けで、そして広島は2勝3敗1分けっていうね、まあ、広島は借金で、阪神はね、貯金を取って、でまあ、しかも阪神はね、2位ということで、首位1位巨人と 9.5 ゲーム差っていうね、ところになりますけど、巨人が負けないから差が縮まらないっていうね、火曜日4対0、まあ、この試合ね、西、無四球完封、ツーシーム、シュート系、スライダー、コントロール、抜群、グッ、ね、素晴らしいピッチングだったかなと。あと、この日ね、2番梅野、3打数2安打1打点1ホーマーと、この2番梅野っていうのも非常にうまく回ったかなと。あと、サンズがね、初回、インコース、詰まりながらライトへのタイムリー。で6回、ピッチャー菊池のスライダーをセンター、バックスクリーンホームランっていうね、素晴らしいバッティングね、詰まりながらもライトに打たれると、なかなかきつくなるね、攻め方としてはね。であとね、3回裏、近本さんと、これを坂倉、三塁悪送球、タイムリーエラー、バーッと、ね、握れてない、投げない勇気、必要です。そして広島はね、この試合、まあ、4安打、まあ、厳しい、チャンスもほぼなかったかなっていう、まあもう、あの阪神のね、完勝っていうところでしたね。でまあ、12日、3対1で阪神というところで、まあ、秋山ね、先発、外のストレート、スライダーがね、非常に良かった、グー、ね、カットボール系かな。で、まあね、フォークがね、低く、それも素晴らしかったし、まあ、7回90球、5安打、2三振、2四球、1失点とね、素晴らしいピッチングだったかなと。あんまりね、インコースもそんな使わないで、アウトコースの出し入れだけで、勝負できたんじゃないのかなと。それぐらい抜群のね、コントロール、高さ、制球あったかなと思いますね。そして、大山が4打数2安打、3打点1ホーマーね。で、2番、梅野が。3ギダ1球と面白いように策がはまるっていうね。でまあ広島はねちょっと4番鈴木がね対阪神戦3打数0安打で4打数0安打とねちょっとあのブレーキかなっていうところもありますね。で唯一のチャンスだった8回表ピッチャー秋山、田中フォアボール、大森フォアボールで、おーし行くぜーっていうね、こう唯一のチャンス、ここ行く逆転だっていうところでピッチャー秋山からガンケルに代わって、なんとピレラが463ダブルプレーね。でその後菊池がタイムリーヒットを打つけども2アウト1塁で長野がショートゴロとね、このピレラのダブルプレーじゃなかった。逆に阪神はここでガンケルに変えて、まあ、その後菊池に打たれますけど、このピレラをねダブルプレーに取った、ここのねキーポイントね大きかったかなと思いますね。で昨日はもう7対6、阪神というところでね、まあ、藤浪が、先発して、パンパンパンとねいきなり鈴木誠也のね打った瞬間ホームランね、ここまでちょっとね阪神戦打ててなかったところをねもうあの憂さ晴らしにバコーンとねスリーラン打って、お今日はもう広島かなと思いながら、そこからまたドカ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 ーと点を取って、
結局最後ね8回裏ヨーカンのホームラン、しかもその前にね8回表2アウトからねピッチャー交代スアレス、ここでねファーストも交代してヨーカでね、この策がねハマったかなと、スアレスのね開幕時のあのテーブっていうかね、まあ勝ち投手になるんですけど、投げさせたっていう采配と、この時にねヨーカをもう変えといて、次の回ねヨーカが勝ち越しのホームランを打つっていうね采配グッとね、うまく回ったんじゃないのかなと。まあ広島としてもねバンバンバーンと点を取ってねここまで来ましたけど、結局ねあの先発ヤブタだから、まあ両先発がねちょっと厳しかったかなという戦いになって、広島ここまでね3連敗、ちょっと厳しいかなと。今5位ね、借金10というところで、まあなんとかね、まあ優勝は厳しいですけど A クラスまで頑張っていかないといけないですね。さあ続いて巨人対ヤクルト、9月11日2対1で巨人、12日5対4で巨人、そして13日3対1で巨人、巨人3連勝。阪神が3連勝しても差が縮まりません。ヤクルト3連敗、ボイ広島も3連敗したけど、3連敗したら再開出して無理っていうね、でなんと巨人が今週5勝1敗5勝1分け、ヤクルトが5敗1分け、ちょっと厳しい。金曜日2対1、ヤクルトファンの皆さん諦めたらもう終わっちゃいますよ。佐々木チャンネル見るのやめないでください、お願いします。巨人ファンの皆さんウキウキして見てください、お願いします。さあ、ヤクルトね、スアレス6回93球5安打4三振1失球1失点とね、まあストレート、スライダー、シュート、チェンジアップ、まあストライク先行でどんどん投げ込めたってね、グッ、いいピッチングだったんじゃないのかなと。中島フォアボールで、吉川タイムリーライトスリーベース、このねフォアボールがキーだったかな、唯一の、今日1個しか出してない唯一のフォアボールを、逆に言うとね巨人はそれを得点に結びつけたっていうところが、まあ素晴らしかったかなと思いますけれども、この唯一のフォアボールがね失点に絡んでしまったっていうね。でもスアレス全体的にグッピッチ良かったんじゃないのかなと思いますね。あと、まあ、初回ね塩見センター前ヒット、ナイスグッ、牽制アウト、バット、何やってんの、ね、でその後ね山田がインコース難しいところをねグッレフトへねホームラン打って、こうツーランだったんじゃないのってね、まあたられば言っても仕方ないですけどね。そういったところで塩見グッドからバットね。さあ続いて、巨人、戸郷ね7回116球5安打7三振4四球2デッドボール1失点、まあストレートフォークスライダーね良かったかな、しかもフォークがね非常に良かったんじゃないのかなと思いますね、低めにね。でまあ8回ね坂本にあの外ストレートホームラングッド、坂本ねこれで原さんのね川上さんを抜く、記録達成というところでね、こういったところでキャプテンがしっかり打つっていうね、坂本グッドホームラン、まあヤクルトはね7回表山田がねワンアウト1・2塁から5-5-3のダブルプレー、9回ね宮本フォアボールで西浦バンド失敗で、ここでダブルプレーっていうね、ちょっとこういうのもね痛かったかなと。9回なんてバンド決めとけばね、ひょっとしたらどうなってたか分からないところでバンド失敗バンドね。あと、ヤクルトはですね4回青木センターツーベース、エスコバー三振、山崎レフトへヒットで、イノスクイズ失敗バンと。だから取れる時にね結構あったんですよ、ヤクルトもこの試合ね結構戸郷もねフォアボールとかデッドボールでちょっと苦しんだところもあったんで、勝てるチャンスあっただけにねちょっとこういうミス残念ねっていうところです。12日5対4でね巨人っていうところで、まあ巨人はね岡本が初回ホームランライトへスリーランね、で7回、左中間にソロで、まあ、この1週間ね19打数3安打ここまでねってなったところで、まあその試合ね 4打数2安打4打点2ホーマーと1本ね初回に打ったら、そこからザザーっとねちょっと状況が変わるっていうね、このバッターのねヒットが出れば一番それが良薬になるっていうね、よくわかるパターンでしたね。でまああの6回裏ねピッチャー中澤から大城がね同点右中間ホームランとね、あそこも中澤出てきてねなんとか抑えたいっていうところで、このホームランパンパンパンとホームラン3本でねやられちゃったかなっていうところはありますけども、まあ投手ねまあ清田中大江鍵谷高梨勝利の方程式2つできるんじゃないのかなと。この日中川ねデラロサ大竹っていうところをね休ませながら、この系投でねしっかりこのね1点差っていうのを勝ち切るっていうね采配素晴らしかったかなと。まあヤクルトはね中山筋肉5回表左中間にホームランでね、青木がライトツーラン、こう一時ね同点になって、でこの6回表中山がねあのライト前ヒット、これ勝ち越しタイムリー、お今日は行くんじゃないのかっていうところでね、ちょっと自慢の中継ぎ陣がホームラン2本と、パンパンとやられて、ちょっとねヤクルトも前半戦ね中継ぎで勝った試合いっぱいあったんですけど、ここに来てね疲れが出てきたかなっていうところで、まあ連敗ですね。逆に巨人はねパンパンパンと3連発でね、しっかり勝ち切れたんじゃないのかなと。で昨日3対1、日本放送で
スマップ元スマップのね中居正広さんとがゲストスペシャルゲスト佐々木解説でね楽しい中継をやってきましたけども、皆さんもし、まだ聞いてないよっていう方はラジコでタイムフリーで聞けます。聞いてください。まあ、3対1でね巨人が勝った試合ですけども、まあ、ヤクルトはね4回表村上タイムリーでね先制して、でその4回裏ね岡本ストレートのフォアボールで丸にねワンボールゼロストライクから、チェンジアップストライク取りに行って逆転ツーランホームラン打たれるね。で6回裏ツーアウトから中島にチェンジアップがまた高く浮いて左中間にホームラン。小川ね内容めっちゃ良かった、素晴らしい投球、あのノーヒットノーランした時とそんな変わらないぐらいに、丁寧にも投げてたし低めにもついてた、コースも投げてた。ここフォアボールでいいところではしっかりねコーナーついて、まあ坂本だったかな、臭いところをずっと投げ切ったっていうね生命力っていうかね、こう集中力でコントロール本当に素晴らしかった。このねただチェンジアップがねこの2回ちょっとだけ浮いたところをね丸中島がしっかりホームランを打ってっていうところがねまあ痛かったかなと。まああとやっぱりねこの攻撃陣がねやっぱりこうメルセデスをね捉えきれなかった。まあ確かにメルセデスも良かった、コントロールね抜群の、いい試合でしたけども、あと巨人はねメルセデスが、5回3分の1投げて鍵谷3分の2大竹3分の2で高梨3分の1長川デラロセ1イニングずつと、昨日休んだね中川デラロセをしっかり投げて大竹も含めてね、抑えていくっていうこの中継ぎ陣。こう解説でも言いましたけど巨人はねこの中継ぎ陣あの信頼がないから変えてるわけじゃなくて信頼が高いからこそこうパンポンパンポン変えていける、そして休ませながら、勝利の方程式を2つ持ってるっていうね、あのもう 2,3 年前はちょっと中継ぎ陣大丈夫なん課題なのって言われてる中ね、まあ高梨の補強っていうところもありましたけども、まあねこの原さんの采配で、中継ぎ陣の厚みを増してね今やもう12球団屈指の中継ぎ陣っていうね、素晴らしいピッチングスタッフがね、揃えれた、まあ、そのね揃えれたおかげでのねこの3連戦最少失点差で勝ち切れた試合だったんじゃないのかなと思いますね。さあ続いてセ・リーグ終わり、パ・リーグソフトバンク対西武、9月11日4対2ソフトバンク、12日、土曜日8対4でソフトバンクで、昨日13日が1対0西武、ソフトバンクの2勝1敗勝ち越しというところで、ソフトバンクは今週 1,2,3,4,5,5勝1敗で、そして西武が3勝3敗の5分というところになりましたけども、首位ソフトバンク2位ロッテと1ゲーム差で首位、西武は今首位と 9.5 ゲーム差の4位ところになってますけども、金曜日ソフトバンクねムーは7回100球7安打6三振、無四球2失点というところで、この対角線のだから右バッターのインコース左バッターのアウトコース、これ対角線のねストレートあのナックルカーブカットボール、これ非常に良かった、これがねしっかり投げ切れたことによって外のストレートツーシーム系チェンジアップがね非常に生きたっていう、この対角線のね投球が素晴らしく良かったかなと思いますね。で3回裏回のね、センターツーベースで川瀬がバンと送ってシュートがねあのコンパクトなスイングでライト前タイムリーグッね、そこからなんと2投3投で、中村晃のセンター犠牲フライ素晴らしい。これでもねセカンドのね盗塁はニールもしっかりクイックできてたし森のスローイングも良かったと、これはもうね、シュートの足、スタート、全部が増したっていうかね、素晴らしかった。グッ。ね。あの、バッテリーとしてもね、やれることはしっかりやった中での盗塁された感じかなと思いますね。あとまあ、このね、3投はもう完全に盗まれた。これはもうピッチャーの責任、バーッと。ね。ところもあります。あとまあ、デスパイネがね、復帰してから4打数3安打、2打点1ホーマーとね、で4回もね、ホームラン打って8回タイムリーでスパいいねーっていうところでね、しっかり活躍してこの4対2とね僅差のゲームを勝ち切れたかなと。まあニールもねまあ無四球で3失点いや悪くなかったかなと、ニールとしてはニールのピッチングねできたかなと、ちょっと打線がね援護しきれなかったと。まあ西武はね4回ワンアウト1塁でね森全力疾走グッと、これでダブルプレーね取られなかったっていうところで、その後のメヒアのね一時同点になるねツーランっていうところがあのなったんで、あの打ったからのね全力疾走のね走塁グッと良かったかなと思います。そして土曜日8対4で、ソフトバンク、これねソフトバンク武田3発ねホームランは打たれたけども、まあ高木山川栗山とねあのこれソロで済んだっていうところはねやっぱフォアボールがなかったっていうところが非常に素晴らしかったかなと。6回ね3分の2投げて7安打7三振でそして無四球っていうところがねもうソロで済んだ、まあねあとは打線がしっかり打ったっていうところね、まあ、大量得点にね恵まれたっていうところもありますけど、まあ、こういったところがね、まあ、非常にあの成長してきてるかなっていうところもありますね。1回山川そして6回ウーネンティ以外全てね2球目でストライクが取れてて、まあ、有利なカウントでどんどん投げ込んで勝負ができたっていうところもね好投を
引き出せかなかった。初球ボールになったら2球目にストライク取れて、で初球はねストライク取れればというところで、まあ、2球連続ボールはねこの山川ウーネンティの時だけっていうね、まあ、本当にあの四隅を投げるねコントロールっていうのはないですけども、その怖がらずストライクゾーンにどんどん甘くても投げ込んでいったっていうところでね、この勝ちに結びついた、ピッチング内容だったのかなと思いますね。そして高谷が2回2アウト2塁でコンパクトなスイングでね、ノリンからセンター前タイムリーで、その後ねちょっとノリンが上から投げて打たれたからサイド気味に投げちゃおうっていうところで、サイドからスライダー投げたら3回ねライトへスリーランホームラン、これでね試合ね決まった、一気に6点で、まあ、0対7でねちょっと試合決まったかなと。高谷グッドね、打った後のねグラシアルと楽しそうにねホームランアピール、戯れてる姿、微笑ましいです。はい、西武はね3回裏ワンアウト1・3塁で、まあ、代打柳田ねサードゴロ、これメヒアがねホームスローして楽々セーフっていうね、あの判断、まあ、1・2塁間にね打球飛んで、まあ、ノリンもねファーストベースカバーに行ってないっていうところも問題だけども、まあ、あの打球だったらねホームは確実にセーフで、ダブルプレー取れないけども、あの1・2塁間の打球そのまま取ってセカンドに投げてれば、その後のあの5点はなかったんじゃないのかなと。それがね2点目の失点だったんで、もしあれをセカンドに投げていればその回2点で済んで、ひょっとしたら逆転勝ちっていうところもね西武考えられたところで、まあ、前日もそうでしたけど、ちょっとねメヒアの守備が足引っ張っちゃったかなと、バッとっていうところですよね。で5回表ね高木プロ初ホームラン、グッと素晴らしいホームランねだったかな。これからねどんどん成長してもらいたいなと思いますね。で昨日1対0というところで西武はね松本7回112球7安打6三振2四球無失点、グッと、しかも先頭打者ホームラン、外崎のグッとホームラン、これが本当のスミーチ、先頭バッター、これがね、まあ、あのよくね初回1点だけでスミーチって言いますけど、初回の先頭打者ホームランの1点、これがね本当のスミーチ勝利、初めて見たかもしれない、あるのかな他に本当のスミーチね、もしあればね皆さん調べてみてください。初回の1点じゃないですよ、先頭打者ホームランのスミーチね、これは本当に珍しいかなと。僕はサヨナラホームランの逆スミーチっていうのをね体験してますけどね、延長10回かなんか0対0で迎えてね、サヨナラホームランの1対0取る逆スミーチっていうのはあります。ソフトバンクはね6回8回以外毎回ランナーね出すけど1本出ずっていうところで、まあ、初回もね牧原がライト前打って、中村晃ねショートフライ、ここでね進塁打打てればっていうところもあるし、柳田がねフォアボールデスバイに 6-4-3 ダブルプレーで、9回ねグラシアルセンター前ヒット打って、高谷がねデッドボールで回バンドして、代打川島がね三振で、牧原サードライナーっていうところで、まあそこもねダイソーシュートを打った時にね内野ゴロ打ってればね1点入れたところをね、まあ、ほぼど真ん中力負けの三振っていうところで、まあソフトバンク打線もねいい当たりは出たけど正面ついたりねちょっとアンラッキーなところはあったけども、まあ負けない試合じゃなかったね。でもそのいい当たりをされてんのに松本がね臆することなくストライクゾーンにストレート中心にどんどん投げ込んでいった投球をねグワッとね、まあ、ソフトバンク打線はねちょっとその進塁打打てずとか、転がしとけば1点入るっていうね、そういうちょっと細かいプレーがねできなかったことによってこの1対0ね負けちゃったかなっていうところはありますね。さあ続いて楽天対日本ハム、9月11日5対4サヨナラで楽天、12日雨天中止、ありがとうございます。やっぱりね毎日総チェックはねしてるとですね、先週以上に雨天中止がすごい嬉しいっていう、嬉しいんだけど、でもこの土曜日プロ野球ニュース入ってて、プロ野球ニュース行ったらいっぺんに全試合テレビ見れるから、正直すごいこの全試合総チェックが楽になるから、プロ野球ニュースある時は中止じゃない方がいいんだよね。でも中止になったことによって見なくて済むっていうね、里崎にちょっとでもプライベートの時間が生まれるっていうね、ちょっと喜ばしいことです。で昨日13日14対6で楽天、まあ、楽天がね2勝で、まあ今日ね試合があるんで、まあ、どうなるかっていうところありますけども、まあ、現時点で楽天は1勝2勝3敗日本ハムが1勝4敗っていうね。金曜日日本ハムもね吉田輝星投げたっていうところで、5回ね98球4安打3三振4四球 1デッドボール3失点とね、全体的にねまっすぐ高い、だからちょっと評価ね次回以降持ち越し、いいところもあるけど悪いところもある、まだまあいいも悪いも言う判断するべき状況でもない、でも高いっていうところがあります。だから持ち越しです。4回裏島内ねレフトフライで、近藤ね守備グーッとこのレフトフライ、まさに回転キャッチね、バランスも良かったし、あのプレー素晴らしかったんじゃないかなと。見てない方はねぜひ見てください。そしてね日本もね初回中田渡辺タイムリーでね2得点取って、その後ね太田レフト前ね、これで一死満塁で、このワンアウト満塁から清宮
ファーストゴロ、ビアヌエバ、セカンドゴロで追加点取れず、ここで追加点取っときたかったですね。もっとパンパンといってれば一気にね試合を決めれたっていうね可能性もありますね。で4回表、清宮フォアボールで、ビアヌエバはサードフライで、清水がセンター前ヒットで、清宮ね三塁行ってアウト、バーッと何やってんだっていうねところで、あの打球判断悪い、あれねセカンド前止まってたけど、もうちょっと早く判断できてたはず。だから あの判断だったら行くべきじゃない。だからそのね判断が悪いね、バッとっていうところになります。あそこでもねもっとあのいい走塁できてれば、あ打球判断よくねサード行けたっていうのもあるし、あそこで止まった、ね、打球判断悪くて止まっちゃったんだったらもう走るべきじゃなかった。あのままいればねひょっとしたら追加点っていうところもあって、ちょっとねあのもう一本とかねここぞのところでミスっていうところでね、結局最後ね1点差になったのかなと。まあ楽天はね石橋が粘りの投球で6回6安打3三振2四球1デッドボール2失点とね、なんとか粘り強くいけたかなと。で茂木がねサヨナラツーラン、グワーッと素晴らしい、まあ、10回表にね村松がタイムリーエラーしてねっていうところで、まあ、それを救うねあのホームランになったのかなと思いますね。そう10回表1点取られて、この村松のねファーストの冒頭で、あれこれもう楽天負けちゃうのかなっていうところで茂木がねホームランっていうね。まあでも日本ハムね9回にね1点取ったり粘りのねあの攻撃見せたけど一歩足らず、それはねちょっと前半の取れるところで取れなかったとかね。だからちょっと日本ハムはね全体的に、まあロッテ戦もそうですけど取れる時に取れないっていうね、これがあの試合のねあの後半の1点差にねとか試合の敗戦に、結局なってきてるのかなっていうところもありますし、そういうエラーとかもそうだしね、こういう走塁での、まあ、記録がエラーじゃないですけど状況判断の悪さっていうところもね、ちょっとこの僅差の気合ではね足引っ張ってるかなっていうところもあります。で昨日14対6っていうところで3回持たずね KO っていうところで、ちょっと有原ねどうしたのかなっていうところもありますし、今シーズンねちょっと波が多いかなっていうところもありますし、まあ、岸のね登板というところで結構注目してみましたけど、ちょっと岸もねちょっとなんかこう力がねあのまだちょっと伝えきれてないかなっていうところもありますし、まあ、2回表にねこの6点取った時にはおーっとこれ日本ハム一気にいくかっていうところでね、そこからもうバンバンバンバーンとあのもうあのヒットが続いて、もうこれ細かいところはもうないです、正直言ったらキリがないですもん、打ち合いです、打ち合いを制した楽天ナイスゲーム。ちょっとエースね9失点防御率 4.30 っていうところはね、もうこれはちょっとびっくりするようなね内容だったかなと思います。あと岸もねどうしたのかなっていうねところもあります。こう新聞でもありますけども、あの渡辺直樹選手が引退というところでね、まあ、現役時代はですね、まあ、守備も良かったし足も速かったですね、反対方向へのバッティングっていうところはねあの非常にあの引いてたものがあったのかなっていうところもありますし、まあ、同じ時代ね戦ってきた、仲間でもありますけども、本当にいやらしい選手でですね、あの小技も効くし、まあね、たまりの一発のホームランもあるし、ちょっとねあの、まあ、近鉄楽天にいた高須さんをねと同じようなプレースタイルかなっていうところでね、まあ、今回引退というところですけども、まあね、あの楽天からトレードの時はね涙の記者会見ありましたけども、まあ、その後、まあ、西武とかね横浜かな、あのいろんなところに行って、まあ、楽天に帰ってきて、まあ、いろんな経験もしたでしょうしね、人望も厚そうなんでね、まあ、ここからひょっとしたらチームに残るかも分かんないんで、そういった時はね、まあ、いい選手を育てれる人材なんじゃないのかなってね苦労もしてると思うんでね、そういったところも素晴らしいねあの人間かなと思いますけども、まあ、松坂世代のね人がどんどん消えていきますけどもね、まあ、素晴らしい、渡辺選手としては野球人生だったんじゃないのかなと、同じように戦ってきたねプロ野球にいた、人間からはねそう思いますというところで、渡辺選手お疲れ様でした。まあね、それに花を添えるようなね楽天打線のね、猛打爆発っていうところでね、このまあ発表した渡辺選手にねいいあのプレゼントになった試合だったんじゃないのかなと思います。さあ続いてロッテ対オリックス、金曜日2対0でロッテの勝ち、そして昨日13時9対2でロッテの勝ちで、今日また試合があるんでね、まあ、あの天敵アルバースにロッテ打線どうなるのかと、二木が野外で勝ってないところどうなるのかっていうところで、で土曜日ね雨天中止、ありがとうございます。はい、でもあんまりね雨降ってなかったっていう情報もありますけども、中止ありがとうございます。さあということでですね、ロッテは今週4勝1敗で、オリックスが1勝4敗で、ロッテは首位ソフトバンクと1ゲーム差、オリックスは借金20になります。さあ金曜日ロッテ中村、まっすぐとツーシームのコンビネーションが抜群、グッと7回93球1安打1三振2四球無失点、これ正直ねこれノーヒットノーランするんちゃうかと。ロッテオリックス戦で言えばね、
佐々木が古谷とバッテリーを組んで京セラでね9回2アウト2ストライクまで、ノーヒットノーラン行って最後の1球でね坂口今ヤクルトね打たれるっていうところですけど、わあこれは行くんちゃうかと思いましたけども、あの足立にねツーシームが高めに打ったところを打たれて、まあそこでね降板になりましたけども、ガッツまあ、素晴らしいピッチングだったんじゃないのかなと、まあ、ストレートを中心に、ね、ツーシーム、まあ、あと吉田正尚には、ね、スライダーなど緩い変化球を使ってましたけども、まあ、基本的にストレートツーシームのコンビネーションで、オリックス打線は、ねまあ、それを、まあ、ファール、まあ、力負けしたかなっていうところはありましたし、で8回、ね、ノーアウト2塁ここから、まあ、西野を、ね、スリーボールになった時はちょっとヒヤッとしましたけど、そこから三振で伏見ショートゴロ西村ねレフトフライト完璧に引き消しというところでね、まあ、粘り強い投球ができたんじゃないのかなと思いますし、まあ、6回裏ね加藤がライト前ヒット打って、このマーティンのねファーストエラー松井、あれはねしっかりと全然取れたんじゃないのかなと。でこの後ねノーアウト一塁になってランナー加藤がね飛び出し、菅野がバント引いたところをね、でそれが伏見のねセカンドスローをして、その間に加藤がね三塁行くって、まあ僕もキャッチャーとして同じような経験ありますけども、あそこねあの一瞬止まるんですよね、これを経験してきて分かるようになってくると。だからそこで一瞬止まってから対処すればなんてなくだったんですけど、だから結局ねこのファーストの松井のファンブルで伏見のね、スローでの加藤がね三盗っていうところで、この2つのねミスが重なって、でその後ねなんとか踏ん張って、あの山岡も 2アウトまで行ったんですけども、唯一ねこう中村に高めにねカットボールかなんか浮いちゃってセンター前タイムリーで、その後角中にチェンジアップ浮いて、まあ、2点目っていうところになりましたけど、山岡もね今日多彩な変化球でコントロールもよく素晴らしいピッチングだったんです。まあ、途中までね本当中村と一緒のようにノーヒットノーラン続いてきてっていうところでね、この守備陣がねこのミスで失点をしてしまうということはピッチャー非常にかわいそうな試合展開になったかなと。でも山岡はグッド素晴らしいピッチングだったんじゃないのかなってね。でもまあこういうミスミスでね、あの負けていくっていうところはオリックスね、まあ本当に今年のオリックスをね象徴する試合だったかなっていうところもありますし、まあ監督がね代行に変わったって言っても、まあなかなか変わらない現状は苦しいかなと思いますね。でまあ土曜日試合中止で、昨日9対2っていうところで、まあロッテね三馬7回98球8安打7三振無四球2失点、この無四球っていうところがねまだ試合をねしっかり作り上げたかなっていうところもありますし、まあスライダーフォーク低めの制球がねグッと、素晴らしかったっていう投球でね、あのしっかり自分のピッチングできたんじゃないのかなと。あとね高めに行くとねちょっと対応されたかなっていうところで、まあでもそれでもねしっかり安定を持って低めに投げれたっていうね、まあ高めに行ったね5回足立のねあのスライダーちょっと高めに浮いて、で T 岡田のフォークがね高めに浮いてそれタイムリーとかね、で6回吉田正尚にフォークが高めに浮いてタイムリーとか、ちょっと高めにね変化球が行くと対応された感じはありますけども、でも本当そこだけであとは低めにねしっかり制球できて、まあ素晴らしいピッチングだったんじゃないのかなと。今年はね特に安定してるかなと思いますね。で安田がね、まあ、今週16打数2安打となかなか厳しく、迷いの感もありましたけども、まあ日曜日ね4打数3安打4打点グッとね、まあ、初回、センターへのツーベースをストレートね、で3回で8回ね、あ3回センターへのタイムリーというところで、この4番のね起用に応える、素晴らしい4番バッターとしての、結果を出したんじゃないのかなと思いますね。でオリックスはねちょっとあの跳躍今年フォアボールからの失点がねちょっと残念だったかなと。まあ、初回もねフォアボール加藤フォアボール出してそれを失点になってしまったとか、3回でせっかく2アウト取ってマーティン菅野とこう連続フォアボールで安田のタイムリーとね、フォアボールが全て失点に絡んでるんで、まあ、こういったところもねちょっともったいない投球になったかなと思いますね。で7回ね2アウト1塁でバッター加藤ねショートとセンターお見合いで落とす、あ取ってれば普通にアウト、だからそういうとこなんですよね、まあ、オリックスはねあそこをね取ってればチェンジのところを、まあ、お見合いで落とす、でその後ね2アウト満塁で清田のねショートゴロ足立ね、あれ普通にノーバンで投げてたらアウトなのにワンバンになるからタイミングがセーフになっちゃうっていうね、まあ、ああいったところも細かい記録に残らないミスですよね。だからまあリクエストで、ね、変わったっていうところで、でまああとね2アウト満塁から安田がレフト前打って、吉田がねホームスローで若干ね三塁側ベンチの方にそれる、で伏見がねキャッチミスでポロンっていって、でなんでホームに投げた悪送球っていうね、あのレフト前走者一掃っていうね満塁で初めて見たっていうねところもありますし、5回表ね T 岡田があのタイムリー打ってセンターねツーベース、その後若月のねセンターライナー T 岡田飛び出しバーッとっていうね、あの普通のライナーです、あの前にねギリギリになるとか横とかじゃなくて、もう普通のほぼ加藤翔平ほぼ動いてないんちゃうかっていうぐらいの、あのここぐらいのショートライナーをもう一目散に飛び出して、ひょっとしたらアウトカウント間違えたんちゃうかっていうぐらいの
スタートでアウト、もうバッとね、あそこでいたらひょっとしたらね、そんな流れに乗って逆転できたかなっていうところもありますし、まあ、8回裏もね、満塁でマーティンが打って走者一掃のレフト前、えっていうね、あの2イニング連続で満塁から走者レフト前が走者一掃っていうところになって、だからそういう細かいところをやっぱ直していかないと、このね、9対2になるようなあの試合展開じゃ全くなかったですよね。逆にね、ロッテは6回表2アウト2塁でね、西野がライト前打ってマーティンがね、ホームスローグッと、ね、この差が大きい。だから多分トータル成績はそんなロッテとオリックスってそんな差はないんですよね。チーム打率も1厘差で242と241、チーム防御率が 4.18 と 4.27、 その中で、まあ、ロッテはフォアボール多くて出塁率が高かったりとか、こういうね、オリックスは記録に残らない攻撃側でのミス、そして守備側でもエラーがつかないミスがあったりして、結局9対2っていうね、試合展開になったかなと思います。ちょっとね、オリックスファンの皆さんはね、歯がゆい気持ちあると思いますけども、あの佐々木チャンネル見てください、お願いします。さあ、ということで申し送り事項いきます。今日試合があるチームはまだ分かんないんでやりません。だからパリーグは結局やってないから、じゃあセリーグだけ。巨人は阪神と、おこれ、これもう阪神は3立て必須だね。これはもう阪神3立てできなかったり、もし負け越したらもう本当に終わりです。どうなるのかねっていうところで、阪神ファンの皆さん、巨人はもう強いですよ。この多分明日菅野だね、これに勝てないとやっつけなさい、火が本当に消えますよ。巨人ファンの皆さん、阪神タイガース、サンズ、大山、近本、ボアも昨日打っていい感じで来てますよ。の中でどう展開するのか、ここで決めれるのか楽しみにしてます。もう巨人強すぎて申し送り事項いらないんちゃうかっていうね、巨人ファンの皆さんもあんまり気持ち入れて聞いてないでしょね、誰でも来いと思ってるような気がします。でもここで3連敗してくれると野球界楽しくなります。個人的な見解です。はい、続いて DeNA はヤクルトと、ヤクルトの皆さん、 DeNA はオースティンが帰ってきて打っちゃってますよ。とにかく各イニングの先頭を抑えなさい。 DeNA の皆さん、ヤクルトは新生中山選手がパワフルな打撃をしています。そこを打たれるとチームが乗っていきますよ。何気に気をつけて。さあ次、中日広島。広島の皆さん、中日明日はオードですかね。先週は負けましたけど、いいピッチングついてます。結構投手陣頑張ってるんで、自慢の打撃で打ち崩しましょう。もう神々です、打ち崩しましょう。はい、だってもう1時間ぐらい喋ってきてるから、もうそりゃ噛むよ。中日の皆さん、はい、鈴木誠也を抑えれるかどうかです。やはり鈴木誠也を打たすとチームが調子になります。4番鈴木誠也を抑えていくことが勝利への近道です。さあ、ということで最後にベストナインいきましょう。パリーグからピッチャー、西武高橋光成、エースになれ。キャッチャー高谷、高の祭典じゃなく高谷の祭典だった。ファースト鈴木大地、楽天首位打者へあと2分5厘。セカンド浅村、楽天打点王まであと6点。サードスパンジェンバーグ、西武全力疾走。ショート楽天茂木、絶好調。レフトオリックス杉本、ラオウ。センターソフトバンク柳田、ホームラン王まであと2本。ライト西武高木、プロ初ホームランおめでとう。 DH ソフトバンクデスパイネ、デスパいいね。特別賞ロッテ中村、ノーヒッター惜しい。続いてセリーグ、ピッチャー巨人菅野、開幕10連勝。キャッチャー阪神梅野、2番でもいいね。ファースト DeNA ソト、2位を死守した方がいいよ。セカンド巨人吉川、攻守にグッド。サード DeNA 宮崎、広角打法。ショート広島田中康介、目指せ A クラス、 A クラス入りしなさい。レフト阪神サンズ、
グパテン、センター阪神近本、現在盗塁王、ライトヤクルト中山、中山きんに君、特別賞阪神西グッピッチ。以上です。今週も頑張りましょう。